山田睦美の続々長崎おもしろよもやま話。ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ、今回も長崎おもしろそう第2巻四段切り抜き帳第1巻島内八郎メモアールに続き、長崎に関する書籍では定評のある長崎文献社のご協力により、すでに絶版となって久しい故森永種夫著作長崎おもしろそう第3巻ハンカチ帳の世界をご提供いただき、その中から一部抜粋し、続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします。読み手は歌の種でありたい山田睦美です。第40話、商伺い付け札止め、長崎村前編、大官記録と奉行所への伺い書き。長崎県立図書館に長崎大官の商伺い付け札止めという記録が残っている。これは長崎大官が自分の管轄する長崎周辺の村々や天草の町村で起こった事件を記録し、その処理の仕方について奉行の応答を付け札にして添えたものである。途中欠けた部分もあるが、文政2年から嘉永末えまでの約410が含まれている。その内容を件数の多いものから挙げると、まず捨て物、遺失物92件、次に火事74件、それから変死69件、その他となっている。犯罪と違って日常茶飯事の出来事ではあるが、そこには当時の庶民、ことに農漁民の生活の一端が伺われて面白い。まず捨て物、これにはいろいろある。海岸に流れ寄った材木1本、高価な衣類の入った風呂敷包み、さては主なき大きい漂流船。こうした遺失物の届け出があれば、その明細を考察に記載して7日間立てておくのが常である。それによって所有者が知れればよいが、もしも誰も名乗り出てくるものがないときは、その品物は村の方に保管しておき、6ヶ月後に拾い主に与えられるのが普通になっている。次に火事、このうち1件焼失で済んだのが27件、類焼あるもの47件となっている。火事の報告書は損害の実情、火事の原因、火元になったものの処分の順で述べられる。中には随分大きな火事もある。文政5年10月、天草佐吉村では倉庫数167件のうち86個、翌6年8月、天草牛深村茂串郷では211件のうち182件が燃えている。何分かやぶきの小さい家が密集しているから、風でも強いとたちまち大火となる。しかしほとんど死傷者は出ない。それは一面家が小さすぎてすぐに戸外に逃げられるという貧しさを物語っている。報告書には人と牛馬の死傷はなかったか、考察場に異常はなかったかを必ず記さなければならない。原因はほとんどが灰小屋の灰の不始末である。火元のものは自分の家だけの焼失で済めばお叱り程度、たとえどんな大火になっても日頃真面目で近所付き合いも良いものは3日押し込め程度の処分で済む。ただし、類焼人一同から火元に対して後日何の願い筋もないという立証がなければならない。長崎の諏訪神社や高原寺など大きい寺社が焼けた時も、ただ類焼がなかったということで宮司や住職に何の咎めもないのはなんだか釣り合いが取れない。
変死にも水死、遺死、つまり首吊り、息倒れなど様々である。その身元が知れない時は、遺失物の時と同様に、その時の様子を細かに記した考察が立てられる。それでわからない時は、遺体は近所の寺に埋葬される。もし死人の遺留品があれば、その寺に与えられた。開国修行の行き倒れの人の中には、国元を出る時の往来切手に加えて、自分が死んだらどこでもいいから葬ってほしいと記した書きつけを持っているものもある。そんな時にはすぐ寺に埋葬される。その他にも、人別町から抹消される町外で、追っ立町外、感動町外、駆け落ち町外などがある。農業を嫌い、大酒を飲み、喧嘩口論をこととして、若い者に悪い感化を与え得る不埒者ということで、村から追い払うのが追っ立町外であり、感動町外とは、不幸者のせがれを親の方から願い出て除籍する場合である。駆け落ちは現代の家で蒸発にあたる。寺社への抜け参り、借財などで首が回らず身を隠す者、生活苦から他国へ出稼ぎに行く百姓などである。いずれにしても周囲の者が知らないうちに村からずらかるのである。村では大事な労働力確保の意味で、あくまでその行方を突き止めようとする。しかし6ヶ月経っても行方がわからないと、人別町から除籍する。そのままにしておいて、その男が悪いことをしでかすと、後日村に迷惑がかかるからである。駆け落ち者でも村に帰ることを許されることがある。お伊勢様に抜け参りしてすぐに帰るつもりだったのが、途中で病気になり、お世話になった家へのお礼奉公を務めているうちに、時を過ごしたという事情が知れて村へ戻された者もいる。もちろん村へ戻してもらうには、駆け落ち期間中行った先々で何の不始末もしていないことが証明されねばならないし、借財などで出奔した者は何らかの手でそれを返済してからでなければ許されない。いずれにしても、駆け落ちした者はその後、身の上を詳しく詮索された後、不都合がないと分かれば、今後農事に精を出すことを誓って、7日手鎖の処分を受けた後、元の人別町に戻されている。以上に挙げた者は、犯罪一歩手前の事件の当時の処理の仕方の一例だが、現代の同種の事件の処理の仕方に比べて、案外思いやりがあるのではなかろうか。今回のお話いかがでしたか？なんかこうさらっと書いてあるんですけど、そこの中には人の暮らしがあって、私が一番響いたのはやっぱり天草の大火ですね。一度火がつくと粗末な家だから隣近所に広まっていくという、ああ貧しさってこういうことなんだなと感じることができました。それで自分の家が燃えてしまっても火元の人にこうやってほしいっていう願いとかがなければ、そんなに処分は重くなかったっていうところが、なんともそうなのかってい こう人の優しさっていうんでしょうかね。また家は建てればどうにかなるさっていうところなんでしょうかね。今の人の気質とはまたちょっと違うものがあるのかなと思いを馳せています。皆様にはどんな風に届いたでしょうか。このポッドキャストは
長崎文献社のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております。本文中差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮断な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしております。またこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs@e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献社は貴重な長崎ものの書物を数多く出版されております。そこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしました。もちろん長崎文献社サイトでも購入することができます。詳しくは両社のホームページで。次回までしばらくの間さようなら。歌の種でありたい歌種の山田睦美でした。